仙人様、お助けください。お願いします。俺ら教団に慈悲を。仙人様、どうかどうか。お前は誰だ？どこから？こっちが聞いてるのに。あ、この絶雲の間を安全に行き来できるってことは、なるほど。あなたはきっと仙人のお使いなのだな。俺ら兄弟を助けるため仙人様が使わせた使者なのだろう。ちょっとこの人何言ってるかわかんない。慈悲深き仙人の使いをどうか助けてほしい。俺ら兄弟は貧困に苦しんでいただけなんだ。だから古老山の琥珀に宝があるって話を聞いて魔が差してしまった。琥珀から掘り出した宝を売って家計の足しにしようと。だが宝を探すため山道に沿って登っていたら、俺の兄弟が琥珀に食われてしまったんだ。もう怖くて怖くて、俺は一目散にここまで逃げてきた。今になって考えると仙人様の敷地に侵入してしまい、それで天罰を受けたのかもしれない。兄弟を助けたいがどうしたらいいのかわからなかった。だからここでひたすら仙人に許しを請おうと。そしたら二人の仙人の使いが来てくれた。オイラたちは仙人の使いじゃないぞ。オイラたちも仙人を訪ねに来たんだ。いや、いやいや、違いない。きっとあなたたちは仙人の使いだろう。李唐が閉じ込められた琥珀はこの山のどこかにある。慈悲深き仙人の使いをどうか助け出してほしい。仙人の使いを感謝いたします。もう二度とこんなことはしないと誓う。うわ、役になりきってる。しかも随分と仙人の使いっぽいな。仙人がどこにいるか聞きたかったけど、あいつ今は兄弟のことしか頭にないだろうな。確か李唐はこの古老山の琥珀に閉じ込められてるって言ってたよな。山道に沿って登ったらしいから、オイラたちは山道に沿って下へ行こう。周りの琥珀に気を止めながら人探しだ。穴からおびき出すことができるのね。言葉なき手が。はっ俺は一体、あなたたちが俺を助け出してくれたのか。感謝する。
そうだ、俺の兄弟を見かけなかったか。名前はリチョ、俺と一緒にこの山に来たんだが、まさか兄弟も俺のように琥珀に食われたんじゃ。山頂にいるってことは無事なのか。ありがとう、俺も兄弟を探しに行こう。もう途中で琥珀に食われないように気をつけないとな。仙人の使いよ、ありがとう。俺の兄弟を助けてくれて。ああ、俺らも噂程度には聞いたことがある。この古老山は仙人の敷地だって。でも俺らみたいな凡人が仙人に会うなんて夢のまた夢だ。ただ尊き仙人の使いのあなたならきっと俺らとは違うはず。おっと、これ以上仙人の敷地でうるさくしてはいけないな。俺らは帰ることにする。本当にありがとう。ありがとう。おいらたち本当に仙人の使いだったらいいな。なんかここの仙人は気性が荒そうだ。でもおいらたちは悪いことしてないよな。山門を荒らし俗人を逃がしたか。我が戒めをその身に受けよ。急がなくてもいいのよ。古老山に侵入し山の琥珀を破壊し、さらに戒めを受けさせた俗人を勝手に逃がすとは。あの俗人どもは確かに戦意を知らぬかもしれない。だがお前たちがやってきたことは無礼千万。ひゃー、おいらたちにもちゃんと理由があったんだ。昨月蓄養神君が人間にことづけを頼んだ、だと？おお、これは禁忌滅却の札か。まだ世に残っていたとは。昔帝君がこの神札を作り人間に授けた。もともと数が少なく千年を経た今ではもうほとんど存在しないだろう。まずは詳しい事情を聞かせてみよう。後々その事実を確認させてもらう。リーユエ公は手が届かぬ場所ではない。虚言は通じぬからな。帝君が暗殺されただと？しかも芸仙儀式の最中に。リーユエの、いやこの世界の誰がそのようなことを。待て、帝君を暗殺できる者などこの世にそういるだろうか。我らは帝君の律令に従いリーユエを守っている。人間界の繁栄により我々は山野に住むようになった。これは人間を思ってのことであったのに。だが今帝君は、帝君は、旅人よ、話は分かった。昨月蓄養神君が招聘した理由も分かった。この山の雑事を処理したら他の仙人たちに会いに行こう。知ってるぞ、
あれは仙人の仙力だろ。小説とかに書いてあるみたいに、羽を草木に、唾液を滝にって感じで、あの琥珀もきっと同じ原理なんだろ。そのような話は知らんが、これら琥珀は私が植えた花だ。名を登山葵という。この花の大部分は地中に埋まっている。これを踏むと琥珀が生み出され、侵入者を閉じ込める仕組みになっている。ここに隠居して以来、山の静寂を求めるためにこの花を至る所に植えた。おかげでここ数年で侵入者を数多く排除してくれている。だがたまに珍妙なものを閉じ込めることがあるが。じゃあこの琥珀って生きてるのか？その通り。もし私が軽率にこの山を離れれば、罪のない命まで傷つけてしまうかもしれない。それらの処理を済ませたら立つ。お前はもう行くがよい。石のテーブルが？しかも食器と酒壺がたくさん。隣の椅子には字が刻んであるな。ここに龍雲がいる。ここに紀州が座る。それとここを帝君が借りた。帝君ってもしかして岩王帝君のことか？紀州はちょっとわからないな。龍雲、そうだ、あの昨月蓄陽神君が言ってた仙人の中に龍雲釈風神君がいた。ってことはここはあの龍雲釈風神君が他の仙人と一緒に食事をする場所なんだ。もしそうなら仙人の好物を作れば、あの龍雲釈風神君の気を引けるかもしれないぞ。でも仙人ってどんな料理が好きなんだろうな。全然わからない。しょうがない、周りを見てみよう。過去に参拝しに来た人が何か手がかりを残してくれてるかもしれない。そうだ、仙人って人参とお肉のハニーソテーって好きだと思うか？片付いてるな。ここで料理をした人は後片付けをちゃんとしたみたいだ。多分仙人へのお供え物を作ったんだな。この食材は松茸と獣肉。レシピが隣に置いてある。ここで料理をした人は
本当に几帳面だな。でもいいのよ。うわ、小麦粉が地面に散乱してる。ここで料理をしてたやつはいい加減だな。鍋の中にあるのは肉だな。何の肉かはわからないけど、この料理もしかして仙人へのお供え物か？肉類と小麦粉を使う料理か。あれ？なんか紙が地面に落ちてるぞ。しかも足跡で半分汚れてる。この紙、料理と何か関係があるのか？捕まえた。姿を残さ、有限なるライフ。せっ早くわらわにも見せてくれぬか。料理をしたみたいだな。仙人へのお供え物を作ったのか。使い残しの食材がある。金魚草、ハスの花茎、そして豆腐。手間がかかりそうな料理だな。あそこ見てみろよ。なんかノートみたいなのがあるぞ。難しい料理だからレシピをメモするのも無理ないな。オイラたちも確認してみよう。偵察記事。金魚草、ハスの花茎、豆腐で一体どんな料理ができるんだろうな。
近畿滅却の札の匂いがする。お前たち何しにここへ来たかは知らないが、その敬虔な心に免じて機会を与えよう。わらわに会いたくば、わらわが仕掛けた洞窟を通ってくるがよい。いいぞよ、工作せよ。痛がっちゃいないで、よっ、いざ勝負。はっ、ウサギ伯爵出撃。ジョクセイ。風よ、私に応えるのだ。どの芽が出るかしら。かかれ、はっ、やっ、ふっ、はっ、せやっ、百発百中。律令ジョック、やっ、具現化せよ。捕まえた。悪くない芽が出たわ。今日も引き続きサボりましょう。調子が良くなってから仕事を一気に終わらせるわよ。
違えたみたいだ。もう一度装置を起動させてみよう。今度はよく観察するんだぞ。もういいのよ。飲んだわよ。
わらわの戦況を通過するとは大したものだ。わらわは龍雲釈風神君。お前たち何しにここへ来た？当たり前だ。戦況だけでなく、あの仕掛けもわらわが作ったものだ。わらわの仕掛けの術は、たとえ奇襲や岩王帝君であろうとも称賛する。こんな大きな戦況に一人で住んでるのか？しかも大量の仕掛け付きで、まさか仕掛けの術を研究するため一人でこんなところに？伝説と同じで、仙人たちって人間界を離れて隠居しながらすっごいものを研究してるんだな。わらわはただ人や仙人と接するのが億劫で、静寂を求めただけだ。だがその静寂も長くは続かなかった。お前たちがその禁忌滅却の札を持ってここにやってきたからな。まあよい。お前たち用事は何だ？手短に頼もう。わらわの休息を邪魔してほしくないのだ。帝君が、帝君が暗殺された？だと？なんてことだ。誰がそんな大罪を犯した？このような口頭無形な話、到底信じられん。調べさせてもらうぞ。いや、いっそ先にリーウェコを鎮圧してやろうか。後で終戦で。ちょっと待った。リーウェコを鎮圧って何言ってんだよ。リーウェコを全部ぶっ壊す気か？二度と同じ過ちが起こらぬよう、雷帝がごとき手段を選ぶのもやぶさかではない。そうだ。だが今帝君が暗殺され、リーウェコも危うい状況だ。早々に鎮圧しなければ災難が蔓延する恐れがある。わらわは人の苦しみなど見たくない。だからこそこのような時には非常な手段を取らざるを得ないのだ。おいおい、なんとかしろ。この仙人本気みたいだぞ。本当にリーウェコを鎮圧する気だ。そうだ、美味しい料理をいっぱい作ったんだ。全部やろう。なあ、鎮圧とかじゃなくてリーウェコを守ってほしいんだ。せめて他の仙人の意見を聞いてくれないか？契約か。契約の神が暗殺された今、その言葉は皮肉でしかないな。リーウェコーの人間は時折契約をないがしろにし、白黒をあやふやにする連中だ。だがお前たちが契約の名のもとでわらわに協力を求めるのなら、わらわも契約を無視することはできぬ。その上、お前たちは禁忌滅却の札を持ってきた。帝君がその診察を作った時、戦力を注ぎ込み人間へと与えたが、今その診察に戦力はほとんど残っていない。ただの制約の証に過ぎない代物だ。さらにお前たちの話の真偽を証明するものでもない。さっきの話に偽りがないか調べさせてもらう。昨月蓄養神君の将兵もそのためだろう。もういい、速やかに去るがよい。
でもいいのよ。目に見えるものが必ず真実とは限らないぞ。禁忌滅却の札？そうか、準備を整えては来たんだな。だがそれは我がお前たちを傷つけないためのものであって、お前たちが傷つかないという意味ではない。よくわかんないんだけど。千と万の世界に近づきすぎれば世の断りを踏み外すことになる。人のこの魂は千人ほど強くはない。血も千人の気運に耐えられないだろう。ここを去れ。お前たちのために言っているんだ。待ってくれ、ここに来たのは。ああもう、なんだあいつ、全然話を聞いてくれないじゃないか。恥ずかしいあだ名をつけてやりたいけど、仙人の恨みを買ったら次から宝箱を開けるときにキャベツしか出なくなりそうで怖いからやめとこう。どうすれば仙人と話ができるか、旅館の女将に聞いてみるか。あら、もう潮様に会ったの？珍しいね。彼が自ら誰かと会うなんてめったにないから、きっと機嫌が良かったんでしょ。あの態度で機嫌がいいのか？そうよ、仙人との縁はかなり貴重だもの。一生会えない人だってたくさんいるんだから。言い伝えによると、元神がリーウェイを作った時、仙人の力を借りたそうよ。でも仙人の多くは戦いによってリーウェイを守ることしか知らなかった。だから数千年もの間、貿易の都として人間がその運営の手綱を握り、仙人は隠居の身となったの。女将は物知りだな。女将じゃなくてオーナーよ。とにかくあなたたちは仙人との縁を得た。あとは簡単よ。私のアドバイスに従って将様のご機嫌を取ればいいわ。機嫌を？
あの御法夜叉が喜ぶ姿なんて想像できないな。楽しみでしょ。私も彼の笑った顔なんて見たことないけど。まずシェフに杏仁豆腐を作ってもらいなさい。それとあなたの得意料理を用意して。杏仁豆腐は少様の数少ない好物よ。得意料理に関してはあなたに任せる。お前どんな料理が得意だ。わお、新しい料理だな。食べてみたい。でも仙人への贈り物で攻めすぎるのもどうかと思うぞ。ここは満足サラダにしておこう。それ。休憩中だ。邪魔しないでくれ。邪魔しないでくれ。おいおい、ここのシェフはモンドの鍛冶師のワーグナーと同じくらいサービス精神がないな。ああ、なるほど。オーナーの命令なら仕方がない。だが残念だ、今は杏仁豆腐のような細かなデザートを作る余裕がないんだよ。どうしてだ。剣士の手が剣の調子を決めるのと同じように、料理人の手は料理のクオリティを大きく左右する。だが今の俺の手は、すまないがちょっと思い通りに動かなくてな。ん、原因か。いや実はお化けが出たってお客さんが言っててな。それにな、ついさっきキッチンで怪しい影を見たんだよ。このシェフ、見た目は怖いのにお化けの話になったら急に口調が弱々しくなったな。とにかくこの防除旅館が安全じゃないかと思うと、落ち着いて杏仁豆腐も作れない。仕方ない。最高の杏仁豆腐のためにキッチンに行ってみるか。Yeah.
お前たちも見たんだな。やっぱりお化けがいただろう。一体どうしたら。この様子じゃもうダメかもな。どうする。仕方ない、一回ゴレットに聞いてみよう。元は大熱人のくせにそんなことでビビるなんて。ゴレットはお化けが怖くないのか。そんな類のものなんて今までもたくさん見てきたよ。あ、そういえば仙人が旅館にいるなんて誰も知らなかったのに、ゴレットは。その続きは私の秘密だからね。ねえあなたたち、あの子にもう人を驚かすのはやめなさいって言ってきてくれないかしら。あなたたちをいいように使ってるわけじゃないわよ。あの仙人の言う通り、人の魂は仙人ほど強くない。仙人と関わることで傷ついてしまわないよう、まずはお化けから慣れるといいわ。旅館に掛け軸があるんだけど、そこにリーウェで千年もの間伝わっているコーマインが描かれているわ。それを見てきなさい。そしてこの旅館の周りで完全なコーマインが見える場所を探してみて。しないよ。今度はお兄さんがめいちゃんと遊んでね。もしお兄さん来てくれなかったらめいちゃんが探しに行くから。
なんだ。もうたたったりしないとお化けと約束した。すごいじゃないか。この現象感服したぞ。少し時間をくれ。最高の杏仁豆腐を作ってやる。手の調子が戻ってきたぞ。よし。またお前たちか。待て、まだ消えないでくれ。これは？お前の大好物の杏仁豆腐に、異国から来た旅人の得意料理、異国情緒あふれるサラダだぞ。ほら早く、こいつが食べるのに夢中になってるうちに、これまでのこと全部話してやれ。岩王帝君にそんなことがあったとは、我には想像もつかない。どれだけ時代が移り変わろうとも、帝君がいないリーウェイなど想像したこともないからな。人間界を管理する姿勢は、この事件の裏でどんな暗躍をしたのか。昨月、李水、リュウンの三人に会ってくる。彼らもそろそろ決断した頃だろう。仙人は己に課された責任から逃れはしない。我には俗世に染まりたくない理由があるが、責任は責任だ。我らの神は契約の神だからな。待ってくれ、最後にもう一つだけ聞きたいんだけど。なんだ。なあ、メイちゃんって一体何者なんだ。妖魔退治をするとき、まれに人に悪意を持たないが成仏できない霊に遭遇することがある。だからオーナーと支配人にしばらく世話するよう頼んでいたんだ。防御旅館が面倒を見てるのか。この旅館のサービス範囲広すぎだろう。Thank you.